まあ、あの黒川さんをですねやればやるほどライブドア事件の、えー、堀エモ門のように立花隆が追い詰められていくと私はちょっと思ってるわけねえー、まあ上杉隆が警察に呼ばれている可能性がありますっいうのはまあ,あのそ,その募った時問題借金を募った時問題があると思ってるから、えー、要は返せない問題はないんですこれを生かして言ってきたのは私と立花さんね返せませんただ今このね 政党、えー、交付金が下りてそしてそれが、えー、手をつけられない状態ですこれが真実だとするならば今は言っちゃいけないんですそれを言った瞬間に募った時問題が浮上し金融商品取引法違反でもしかするとカシャンされるかもしれない、まあ、虚偽のそういうことを言っている可能性があるからね虚偽を嘘をついている可能性があると見られたら、まあ、ライブドア事件の時に堀エモ門が言って、えー えー、経験したことそれが本真実だとするならば YouTube で言ってる内容はね、えー、堀エモ門の周りの社員とか元社員がこう固められていってそして本来有罪じゃないものを有罪に仕立て上げられたという感じの説明をしていました。ね あのこれが合法かどうかそれをチェックするために今は行政機関にそういうものを文書で言えばそれ,それが合法かどうかという文書回答が来てるのでそれを証拠物として、えー、東京地検特捜部とかそういうところに提出することによってあ有罪じゃないねっていうねそれはグレーなところグレーなところをやる要は先駆者とかがやろうとしていった時に何かの法律に引っかかるんじゃないかという確認の手段がその当時はなかったから。 だから社員を使って、これはどうなんだいっていう試し行為していくわけね。経営者だから。それは当たり前なんですよ。経営者だからね。その中で失敗すれば、あ、これはだめだなっ,つって、失敗すれば辞めるわけねで。その試し行為自体が有罪だよっていうふうに持ってかれたわけ。それを証拠物として取られたわけね。 今だったら同じことを堀エモ門はやらないと思うんですけど、ね、黒川さんとか呼ばれたりさんとかあ、えー、上杉隆さんとかが呼ばれたりするのはしているかちょっとわからないんですけどもその、ね、しているかもしれないという情報あるでしょ黒川さんが呼ばれているとかでねそういうのはあのー、そ,そういうやつの片目に使われて始めてんじゃないかというのを一つね可能性としていろんなのあるよいろんなのあるんだけど金融商品取引法のところを見たとするならば 預かり金に値するんじゃないかというのが浮上してきてしまいますよというのを一本取りたいと思います。本日、2023年の4月22日土曜日午後4時44分を待ったところです。お森林会の大浅大志でございます。楽天の三木谷さん、2000万円貸してください。貸したものに関しては、初年度5パ10%の金利をつけ、その金利分を払いますと。 ねえー、そして、えー、その2年目以降は、えー、5%の金利で、えー、あの2000万に対して5%の金利で、えー、払って金利だけを払っていく要は借りた借入れ金自体が、えー、をお返ししないので2000万のベースはねそれに対する年利そして最終的に行くから実質年利6%ぐらいで、えー、あのうんと えー、お返ししますよだから2700万,27万ぐらいになって最後5年目に元本と最後の年の利息分と合わせて開始し,しますよっていう感じねちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、そういうイメージで金を貸してくださいとこれは政治家女子48が金を13億ぐらい作った時と同じ条件ですただし違うのはあの限定してます不特定多数じゃないですね かつ、何口限定というのもしません。ね、最初、してたんですけど、多分金融、預かり金として見られちゃう可能性があるから、限定を解除したと思うんですけどね。不,不特定多数にやってて、何口限定を解除した,したと思う集めら集あの。自然に集まってきて、それを見て集まってきた分までしかやらない。だから、決決決めてないから、今でも可能なのかもしれないけど、多分、直接行けばい。 お断りされると思うんだけどね。今,今はいい,いいかもしれないけど、苦しいから。<laughs> 苦しいから今は受け付けるかもしれないけど、ちょっと前までは多分、うん、止めてたと思うのね。もう終わりましたみたいな感じで。まあいいんですけど、違うのは特定にやらないので、これは金融商品取,取引法上の可哀にならない可能性があります。これもわからないけれどもね。で、あ、う、の、ん、 もっと言うとその借りたやつの1,000、えー、万円は道志村の、えー、その <laughs>。 えー、彼様に銃器を入れて小倉美咲さんのご遺骨を掘り出すために使います。例えばね、これ例。で、もう1000万円はその金利分と最後、元本、保証、その使ってしまった1000万円分を補填するために5年間運用した上でやります。それは外国,、えー、外国為替取証拠金取引により、年間、えー、150%ぐらいの利益を上げる自信があるので、えー、それで運用した上で、税金を支、えー、払って、そしてまあ、って、 平均的には130%ぐらいで運用して、それに当て元本とその金利分にあてがいますよ。そして余った分はまあ私がもらいますよっていうね。そういうやつをやったときに、危ないのは、まずこれ不特定多数にやったらダメだし、かつその運用方法を限定してしまったら、このようにね。 そして運用方法を限定してしまったならばそれはその預け主のその額をその元本を保証するためにその運用をしますよ限定で運用しますよその限定で運用することを自信があるんだね実績があるんだねって聞かれてそれを出していくとそれ,それによってあこの人はこうあ大丈夫そうだねって,って貸すわけでしょだからそれは運用時代が限定されるので だからそれは預かり金の性質で出てきますよってことをね。終わりますか借金だったらもう自由じゃん。これ借金です。使い方自由ですっ,つって、集める楽天の三木谷さんから借りるんだったら、それはあのー、その預かり金の性質にならないかもしれない。だけど、あなたの2000万円を運用に、こうこうこういう運用によって増やしていきますよ。そして元本をまあこういうことで返しますよ。 で、元本の保証リスクは、自信があるからね。だから自信があるから私を信用してくださいってことね。で、こういう実績ありますし、信用してくださいでしょ。だから、元本は、だから楽天の三木棚さんどう思うかっていうと、まあ楽天銀行ね。<laughs> 楽天銀行ってうのは元本の保証がほぼできるわけね。ただし、金利は低いでしょ。そんな実質6%とかつけられる金融商品ないでしょ。あるかもしれないけどね。 あのあのああ持ってるかもしれないでもその場合は元本の,その、えー、返済するその確実税率が下がっていくるでしょでそ,れそれが分かるような状態にして置いとくとそれ金融商品ですねってなるわけだからこう言わないといけないんです今この後に及んでは、えー、今一気に返してくれ何万円まで返してくれって言われたら返せませんと元本が返せませんよと分かりますか 預かり金というのは元本を第一義にここ難しいんだけどこれ,これ読んでいけばいいか読んだ方がいいか預かり金とは先に期待したように不特定かつ多数のものから金銭の受け入れで預金等の受け入れと同様の経済的性質を有するものであるがそれは元本をそのまま返還することになっている金銭の受け入れであって主として預け主のために金銭の価格を保管することを目的と。 すするるもものののでありがって預金の受け入れをするものが運用によって利益を上げることは第二義的なものでありこう重要です運用によって利益を上げることは第二義,二二二義的なものでありその運用は金銭の価格の保管に重点が置かれている法的にはあ消費機能 帰宅の性質を有するまた借入金の名義であっても預かり金となることを排除する,ことするものではないことを趣旨法第2、えー、条は明示しているがそれに対し実質が借入金であるものは預かり金でないと解される借入金とは元本をそのまま返還することになっている点は預かり金と同様であるが主として金銭を貸主の 必要を満たすためにその便益に寄与することを目的,するものであり目的とするものであり受け入れた金銭の運用方法について拘束はなく消費者貸待の性質を有する預かり金は結果的に元本の返還確実性は高いが利息は低い。 のに対し借入金は元本の返還の確実性は低いが利息は高く通常担保が要求される。ここ最後重要です。預かり金は結果的に元本の返還確実性は高いが利息が低い。例えばこれが上杉隆と立花隆が借り入れた時に言っている銀行の預金です。これ商品ね。確実性高いでしょ元本。 引き,引き落とせないってことないでしょ皆さん預けていた1万円が引き落とせません。そういうことないでしょね銀行。ただし、金利は低いでしょあ年利 0. 何でしょ ?0.0 なんかな何パーセントでしょ低いでしょだけど確実に1万円預けたなら1万円返ってくるでしょで、それを引き合いに出してたんです。立花さんと。ねだからけあ、預かり金じゃないよって言ってるわけね。借金ですよって、あくまでも。 じゃあ、借入金はどうなってるかというと、元本の変換確実性は低いか、利息は高い。利息は高いは合ってるよね。ただし、このダブル・高カがやった私のミステイクは、これ多分前も動画で指摘してる、何年か前に動画でしてきてると思うんですけど、元本の確実性が高いって言っちゃダメなんですよ。借入金に関してはね。だから、黒川さんのような対応を取らないといけないわけ。 あのおぎっつぐみさんが黒川さんの抜ごとに言ってね。あなたたち他人でしょ？ってみんな言ってたでしょ。今日ライブ配信の時ね。そうなんですよ。まさしくそうなんですね。私はこれ。 ねえ政治家女子48党のところに言ってるのはその元本が政党助成金であるから元本の返還が政党助成金で,であるでしょその政党助成金で我々の税金だから俺言う権利があるわけだけど黒川敦彦さんの彦さん黒川さんの,その1億円のやつはそれ貸したやつが悪いと私は思ってるから1億円ねその1億円は私たちのお金黒川さんが返す その1億円に充てられる、返済されるまあ利息込みで1億700万か分かんないけど、それに充てられるやつは我々の政党助成金からいかないわけまあ。間接的には、もしその130万だったら行くことになるんだけど <laughs>、行くことになるんだけど、だから、小木つぐみさんたちがやってることは変なわけ、そもそもがね。ちょっと話ずれたんで戻しますと、その、 元本の確実性は低いって言わないといけないの。借金だからね。これ元本確実にほぼ返ってきますよ。国政政党ですよ。ね。政党交付金のその支給さえ行われていれば、何もしなければ元本は確実に返せますよ。ただし、で、そしてさらに、あの、利息は高いわけ。変でしょ、これ <laughs>。借金だったら、 利息は高くつけれるんだけど、それはリスクが伴いますよって言って,言っておかないといけないわけ。何もしないけど、統制が拡大していくような、えー、何もしないでいないといけないから、分かりますか、何もしないでいないから、だから要は元本すり減らしてでも統制は拡大していくわけでしょ、だからその分、利息は高くなる、ただし5年待たないで今、引き落とそうとすると、返してくれってなっちゃうと、元本は保証されませんよって言わないといけない、今言わないといけないわけ。 今、借金返せない問題が出てくるわけ。分かりますかだから、それは借金だから。借金返せないよっていうのは、<laughs> 今、借金を返してしまったならば、利息が払えませんって言わないといけないの。はっきり言わない。これ、分かりやすいでしょ。これ、私のね、私が <laughs> 楽天のミキさんにさ、2000万貸してくださいって言ったら、もうめちゃくちゃ分かりやすいですよ。これ、2千二千多分700万ぐらいになる。5年でね。 で,でも最初の年は2千0 0万円なの、利息ね。そして最初の年に返してくれって言われちゃったら2200万なの。でも最初の年に、えー、山梨県の道志村の彼様に私が重機を借りてそして入っていって何とかしてね、えー、道志村の村役場で長田村長っつって、ね、なんで県外から人人の捜索費用は公費負担にしないという条例みたいなものを作ったんですかと、ね。あなたは小倉美咲さんの件で 反省したんじゃないですかと、お笹村長、だから親類が捕まるんですよ、みたいな、<laughs> ね、まあ、そういう座り込みをして、なんとか彼様に重機を入れる許可を取り付けたとするじゃない、1000万円使ってね、座り込みしてますから、仕事しませんから、とにかく同志村の役場で座り込みしますから、だから金が出てくるわけ、私の生活費とかね。だから、それを1000万円1年間使って、かつ重機を借りてきて、彼様に重機を入れたとするじゃない。 そしてその間にそれから見せてるときに私がスマホで外国為替証拠金取引やります。これもあの実力として150%くらい私出せますから150%くらい出してそして運用したものは1500万になるわけだけど税金払うから1300万ぐらいになります国。内国内の金融 金融庁が、えー、関,東なんだっけ関東なんとか局がちゃんと許可を与えた、えー、そういうところで、えー、取引したとするならば申告、えー、分離税ですから累進課税じゃないから申告分離税なんで、まあ、それをお支払いして 130, あ130万ぐらいの利益をゲットするとするじゃない。で1年目に楽天の三木谷さんから金返せって言われたらそれは ね、預かり金のようにして要は金融商品のようにして借り入れましたけれども実態上は借入金ですからだから私が金融商品取引法でカシャンってなることはないので無理ですって言わないといけないの1年目で2200万円よこせって言われても1000万使ってるし。 ねえー、利益は130万ですから、えー、それを当てたとしても1130万しか返せないから2200万返せませんただし5年間待ってくれたら高金利で金利詰めで2700万ぐらいで返せるんですよ大丈夫です自信ありますからただら今は待ってくださいと言わないといけないそれは金融商品を販売してるわけじゃなくて借金要は使い方をご自由にして 集めたわけでしょってだからかもし貸してくださいって言ったらこれ言っちゃダメなの、ね、俺俺ね言っちゃダメでも言ってもいいの別に言ってもいいけど不特定多数じゃなくて特定少数にやってる光とラファエルと同じだからね、えー、特定の少数に向けて言っているからも特定の人2000万限定だししかも、えー、楽天の三木谷さんだしだからか貸してくれるわけないから <laughs> 貸してくれるわけないから言ってるわけねでだからその状態で あこれを見て、だから楽天の三木谷さんじゃない金持ちが、じゃあ、心理科の大の大師に貸してくれるって言ったら、それはそれでいいですよ。それ、やり方変えますから、<laughs> やり方変えて、金融商品取引法違反ならないようにやりますけど、であの実態上、借入金として今見られてるから、上杉隆も立花隆も、かしゃんてならないの、借金募ったとき問題はまだくすぶってますからね。ねでそれが今 あの政党助成金というのは元本の返還のにやるものが今、危ういわけでしょで、その危ういのは別に大津彩加さんじゃなくて、立花さんが代表権を移したからでしょ、それはね、まあ、それはそこまでは戦略通りだったと私は思うけど、何本か,何本か動画で作ってますけど、ね、その中で、今この後に及んで、えー、何もしなければ返せます、そして何もしませんだったらいいの。 何もししなければ返せるんでしょだから、高金利を求めるんであれば元本を減らしていくわけだから、その8300万円もどん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 ん職員の給料でやら何やら統制拡大に使っていくね、今年1億円ガーシーに追加で払うんだとなんとかしてねその逃亡罪に当たらないようにしてなんとかして払うんだと、ね、それをお約束したやつ払うんだ。 それは何党の拡大のために使っていくんだ。だから今、返せと言われたら元本を返せませんよって。だってそれは金融商品じゃないですから、実質借入金ですから、使うの自由、立花隆独裁でやってるのはそれ自由です。今まで、だから金融商品取引法違反で捕まってこなかったわけでしょ。だから、いいんです、返せないんです。でも5年待ってくれたら、高金利で、そして元本も行くように、ちゃんと返しますからって、借金ですからって言えばいいわけ。 ね、その返すプランとかそういうのは、ね、もし疑義があるんだったら裁判でどうぞやってきてください黒川敦彦さんと同じ逮捕をしないといけないわけそもそもはね <laughs> わかりますか貸した方っていうのはそれ商品としてあの黒川さんが政権を取るという商品として見て1億円貸したんであればそれはね政治資金規正法の単に150万の壁を寄付の壁を 撤廃したいから借金にしたんじゃないですかって見られてその一億円貸した人もカシャンになるわけだよ。わかりますか？だから借金は返してくださいね。できる限り返してくださいね。できる限りあのあなたの、えー、サポートをしますからあなたが、えー、そういう国,国あの政権を取るようになるようにサポートしますからって言っておくのが普通は一億円貸した人なのよ。わかりますか？普通はね。それがあの。 うんとね、そ,それじゃない動きをしちゃってるからだから、まあ、北風と太陽で言ったら風で行ってるわけでしょ風で行ってるわけ黒川さんのに貸した人たちとぎつぐ組は風で行ってるわけねで立花さ,さんも風で行ってるわけあの大津さんに対してね風で言ってるわけだから太陽でやっていかないとあのうまくいかないものってあるんですよねその中で えこ,れここで、返せますっていうその元本は保証されてますっていうのは変だからね、借入金でしょ元本が返せない確実性書いてるじゃんここに元本の変化の確実性は低いんです借入金はねそもそもが運用してないからだから利息の部分がえその第二義的に回しているように言ってるわけでしょだから利息の部分返せませんじゃないんですそれ利息の部分は これから元本をすり減らして政党交付金をえいっぱい突っ込んでいくことによって利息の部分高い高金利でいくんですよって説明しないときい,いそれ借金だからそういう借金にしてるからって言わないといけないのにブレてんのよ立花さんブレ,ブレ始めてんのこれブレちゃうと金融商品取引用でカシャンされるかもしれないよしかも周り固められていってねえ上杉隆さんとか黒川敦彦さんとか幹事長がから 固められていてってそこから出た証言とかで立花さんが貸し貸される可能性があるわけ言ってみる分かりますかね、金融商品を出したわけです銀行の預金低いでしょって言ったわけそれはそうですよね、確実に元本が返ってくるからその代わり利息が低いでしょ でも政治家女子48等に、まあ、その時は NHK から国民を守る党だと思うけど、NHK から国民を守る党という法人は安定してるでしょ。向こう5年間、その政党交付金が支給されてるのは確定,確定しました。こういう返済計画です。そこまではいいでしょ。だから金利も高くできます。だけど、その間には政党を拡大していきますっていうのも当然入ってるわけ。ね。だから利息は高いです。ただし、 元本が帰らなくなる要件としては、政党助成法が変わったりって言ってたでしょ、そこ、変わったりって言ってたでしょ、確かね、見てください、何年か前の借金募った時のね、やつ、今も公開されてると思うけど、一旦閉じられてあの、失敗小僧さんに削除したって言ってましたけど、違いますよ、私は監視してましたから分かりますけど、一回非公開になったと、また上げました、ね、あれは限定100口1億円っ,つって言ってたから、限定してたから、まずいの。 ある特定の人に便宜を図る,ることになるから、それ解放しないといけないと思うんだけど、解放して借金にしたわけね。不特定多数にやってるから。それか、もしくは限定するんだったら、限定特定の人、私のように楽天見きれないさんオンリー。もしくは関係者を通じて楽天見きれなさんオンリーって言わないといけないわけ。で、その中で、えまず不特定多数にやってもいいんだけど、その中で、 ね、金利が高いのはリスクがあるからです、それは政党女性法が変わるとかじゃなくて、政党女性を守れなくなるケースが生じた場合ね、例えば、国会議員1名、排出できませんでしたっつったら、その5年後以降は、要は金利,金利5年間で払えるんだけど、その間、何もしなければという条件が、その当時からあったのかどうかな。 今はあったからしっかり言ってるでしょ言った上でえで、ー、金利は確保し,していかないといけないわけ。高金利はね。ただし元本は返せないよ。だから今返してくださいねっては言わないでくださいねって。無理ですからって正直に言わないといけない。借金だから、これ金融商品じゃないからって言わないといけないの。ね、それ金元本もあの保証されてて金利が高いです。そしてこれは金、ね って言ったらば、それは実質上借入金じゃなくてね。実質あ、実質上、借入金だとしても、えー、あの金融商品に見立ててるでしょ。見立てている行為なのだ実質上借入金だからえー、そ,そっちを取られるかわかんないけど、いろんな余罪とかあればこれ持ってかれるよってね。<laughs> 黒川さんとか特にあの上杉隆さんなんて知らねえよって言うと思いますよ。 その借金,その金借りるときは一緒に映像を映,映ってましたけど無理ですだって刑事告発もしてる人ですよってその使い方もすべて立花さん独裁で集めるときも独裁でしたから私はうんうんって聞いてるふりして、えー、ただ単にそこにやっていましたよってしか言,わ言っちゃいけないと思うんだよね <laughs> そうなると思うんだよねその後の時は立花さんが、ね、その今リスクの状態に自分で追いやったわけでしょそもそもが。 大津彩佳さんが追いやったんじゃなくて自分でやったわけだって自分で金使ってきたわけだから <laughs> そもそもねでいいんですよそれはだから私もガーシーに使ったのはいいんじゃないのってそのガーシーに使ったお金が3億だか分からないけどそのお金以上のものが得られるんでしょ今後ねそれっていうのは金利高く設定した金利分を確保するためでしょだから今金利分が、えー、今来られたら金利分がないわけであり ね、これから、えー、8400万円、えー、4回だから、まあ、億年間3億何万だったとするならばその定常的に使ってるお金が1億だとすれ1億とか、まあ、2億だったとしても1億円ぐらいはまあ使えるわけじゃんその金利分に1億円分をぶち込んでいけるよってことでしょそ,の、ね、だかそういうことをして、えー、元本をすり減らして金利高金利をやってますからそれが借金ですって言わないといけないわけ。 出なければ何、金融商品を販売してるんですかって。ね、元本の <laughs> いや、ね、金融商品を、あのー、販売してるんですかってなるからね。だから銀,行銀行とかそういう金融商品の許可も得ないで、ね元本は確実性、元本の返還は確実性高いです、それは法人,だからあ法人で、しかも国政政党のですからっていうわけでしょ。ね <laughs> そして金利分は正当格財のためにね例えば寄付とか別の,ねその借入金じゃない元本をすり減らなさない他の部分で運用していってますから金利の部分も上乗せできますっていうのそしたらあれだからねそれ,それこそ金融商品取引法違反でパシャンになるんじゃないの借金っていうのはリスクがあるんですよその分金利を高く取ってもいいだけどそれも上限が決まってて9.5%でしょ 年間ねそれ以上はダメで9.5%でも貸すっていうことはもう返ってこないかもしれないということを前提しながら貸さないといけないというわけそれが法律上決まってんのよわかりますか貸してしまったならばそれは返ってこないかもしれないこれ金融商品でも同じよ金融商品でも元本元本を保証しているやつだったらもうその時点で ほぼアウトだと思うんだけど元本補償しているあの連鎖取引販売のやつとかあるよねああいうのはほぼアウトだと思うんだけどねじゃあ元本補償はしていません金利が2%で高いですそして外資系の保険,保険商品と組み合わせたなんかとかあるでしょそのねどっかのえ国のお金で運用しますみたいなねああいうやつっていうのは2%かもしれないけど本当に元本割りすること多いよほぼ。 だって元本割れのリスクが高いんだから。じゃあ元本割れしないように、そこを安定性を求めるんだったら、銀行に納めなさ,さいってこと。銀行にお貸ししなさいってこと。で、銀行に貸せば、必ず返ってくるでしょ。100万入れても100万返ってくるでしょ。1000万入れても1000万返ってくるでしょ。1億入れても1億返ってくるでしょ。まずね。で、そしてそれに利息が0.0何つくわけでしょ。 だからそれを引き合いにしてきているからだからそ,その商品にはありませんと当たり前です、借入金だからね銀行のような金利じゃありません当たり前なんですよ、よ借入金だからその代わり元本が割れる可能性がありますよってこと、ね、みんなが金返せやつになったらもうまずいですって割れますしあれは元本は <laughs> 当然利息も払われないし元本も割れますよってこと。 でもそれは立花さんの信用に集まってきたっていうんであれば今こそ立花さんを信用して応援してる人はその借用書を破り捨てればいいわけ心の中で別に物理的に破り捨てなくてもいいのずっと貸し続けますっていう取り立てません立花さんが <laughs> 刑務所に行こうが大津彩子さんがね立花さんのミステイクかなんか知らないけどもそれでなったとしても大津彩子さんこういうこの野郎となったとしても ね、おつやかさんが解散して、政党交付金が来なくなって、自分たちに回ってこなかったとしても、それは取り立てませんっていうふうにす、心の中で借用書を破りすればいいわけ。本当に応援してる人はね。果たして何人いますか ?400 人ぐらいでしょ300何, ?300 何人、えー、でしたっけ ?330 人ぐらいでしたっけねその人たちが、本当に立花さんを応援し、信用してるんだったら、心の中で借用書を破りすればいいんです。それだけの話。 ね、そしたら多分ねまた再起しますって立花さんまた立ち上げますってもしむ無所に行ったとしても行ったとしてもねドバイに逃げなければだからあのねあの立花さんと立花さんのと噂されている女性の方とかは一応空港で見張った方がいいと思いますこれ捜査関係者の人たち一応空港で見張った方がいいと思いますよ そのお二人は少なくてもそのお二人は一応、1個前の動画では浜田聡を見張ってくれって言ったのは言いましたけどそれはまあ私のンチ活動ですから浜田聡を見張ってほしいんだけどだけど本当に見張るんだったら空港で立花さんとその、ね、関係が噂されている女性の方とを見,見,あの見張ったほうがいいと思うんだけど、ね、だからさ借金を返さない問題はないんです。 いやいや今、今ね、返せないって言ってんじゃって言ってるでしょ。それはね、それをたきつけてたのがミジナンとか失敗こそとかカピパラ,ピパラチャンネルとかでしょ。サーファーたかしとか。たきつけて、私はたきつけてませんよ。だから借金返せると何もしなければ返せるんだって。元本確実にほぼ返ってくる。だって政党交付金を真面目にちゃんと手続きやってればいい。でも今、せって、真面目にやってないでしょ。 統制拡大もしくは NHK の,の,の攻撃を逃れるためにそういうい戦略を打っていったわけでしょだからそこ元本をすり減らしながら金利の分を確保していってるわけ借金だからいいの使い方自由だからいいのよ、ね、その使い方自由で、えー、使い切っちゃったって使い切ってでもいいんですって、ね、金利、ね、実質6%パーで返せるんですから信じ続けさえすれば。 心の中で借用書を破り続ければ返せますよ、多分ね、みんなが。それが、誰かが信用なれねえっつって、ね、10名ぐらいの人が、え特に4000万とかね、貸してる人とかが、破り捨てなければ、もうその瞬間にアウトになるかもしれないよね。だって8,400万しか来てないんだもん。しかもそれ今、凍結で動かせないんだよ。だから、金融庁とかが目をつけ始めるのは当たり前じゃん。 これだけ10億という人人330人10億そして国政政党という信用をうたって金融商品っぽいことをで金を集めそしてそれが崩壊する可能性があるわけだから目つけるには決まってんじゃんそもそもはね何かの暴動とかに発展する可能性もあるわけだからだから借金返せない問題はないんですってで高い金利を えー、ゲットするために元本をすり減らし時間がかかるんですよ。でその時間がかかる間立花隆一人放送局に視聴料を納めればいいんじゃないんですか私はそ,それね視聴料78年前からやってるそっちが本当の信用だと思いますしねそれは私は違法行為だと思ってるからそもそもが。匿名寄付の禁止これを逃れたくて法人を立ち上げそこでえー なんていうか視聴料という形にした、そしてそれは寄付じゃないですよ、つってるわけ。そしてその法人の名前に立花隆っついてるわけ。しかも立花隆の YouTube チャンネルでやってるわけでしょ。それどういうことですかって。まず商品の販売だったら特定商取引法に違反してませんかという形で、えー、消費者庁の方に1年前に告発してるわけ。 ね、そしてそこでは政権放送が流れています、えー。堀江貴文が出演している政権放送が流れてるんですよ。ね、そのチャンネルで。その下に金を作ったりなって、小切手を寄付で募ったりしてるわけでしょ。小切手とかなんかね。んいいですかそれに加担している可能性があるわけ、堀江貴文がね。で、ね、その堀江貴文が、広志さんを呼んだわけでしょ。 ね、ごぼうの党の,の人が大津彩さん側に連れてったでしょ、ね、ガーシーの周りの人逮捕されたでしょどん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 包囲網が行ってきているだから今10億円か、えー、貸している300人ぐらいの人たちは心の中で借用書を破り捨てるんですよで心の中じゃなくて本当に破り捨てたったらあれですかねもしかすると <laughs> もしかすると金融商品取引法違反で さんがカシャンするかかもしれないから心の中で破りすればいいわけ、ね。金返せやって言わなければいいわけ。何も,何も言わないでいればいいの。ひっそりしてればいいのよ、今。果たして、金の匂いじゃない形で、えー、金を貸してる人が何名いるんでしょうか。はい、以上です